主要カテゴリー技術、社会、歴史交通テーマ誌、技術誌、交通誌各国の交通史日本の交通史石書、大阪関大阪関のおよその位置を示した地図、大阪関は山城国と大見国の国境となっていた石書、ア坂関やア坂関、カイ関などとも書く、東海道と東山道の日本が大阪関を超えるため、交通の用となる重要な席であった。 その重要性は、平安時代中期以後には、三関の一つとなっていたことからも見て取れる。なお、残り二関は、不破関と鈴鹿関であり、平安前期までは、大阪関ではなく、荒地関が三関の一つであった。近世に、道が掘り下げられたことなどから、席のあった場所は現在では定かでない。しかし、大阪二丁目の長安寺付近にあった関寺と、 大阪関を関連づける傷つが、さらしな日記や石山寺演技に見られることなどから、同時の付近にあったと見られる。なお、これとは別の滋賀県を打つし親町の国道1号線沿いの大阪山検問所脇には、大阪山関市という石踏みが建てられている。大火2年に初めて置かれた後、延暦14年に一旦廃絶された。その後、 平安戦都に伴う防衛線再構築などもあり、最高4年に上受けによって、同じ大見国内の大石及び、立花と共に再び席が設置された。官票7年12月3日の大乗官府では、五以上、及び、孫王が機内を出ることを禁じており、この中で返さか席を、機内の東端と定義している。席はやがて旅人の休憩所としての役割なども、 果たすようになり、天禄元年には、藤原道津の母が大阪越を通った際に休息したことが、影浪日記に記されている。大阪関は、鎌倉時代以降も、京都の東の要衝として機能し、南北朝時代以降には、恩城寺が支配して、石線が徴収されるようになった。しかし、上司6年に、恩城寺の首都が南禅寺諸葛の石を破却したため、 侍どころかしら人の今川貞代によって四宮、川原関や松坂峠関と共に焼き払われた。その後、大阪関は再設されたが、干渉元年に伊勢神宮造体のために、大津に新関が設置された際には、大谷、大阪の両官が一時廃されており、経済上の理由から、室町幕府が、御城寺の関を支配下に置こうとしたと考えられる。 なおその後も大阪関は存在し、欧二25年に、足利義持が、伊勢神宮に参詣した際に通過したとの記録がある。大阪関は、歌枕としても知られ、百人一首でも三つの歌で詠まれている。これやこの行くも帰るも分かれては知るも知らぬも、大阪の関、セミ丸名にしおはば、大阪山のサネカズラ人に知られてくる吉もがな、山上右大臣よるを、 込めて、鳥の空音は測ると思うように、大阪の席はゆるさじ、清少納言、また、枕草子の席は、の段には、大阪、妻の席、鈴鹿の席と記されている。情報落語の伊勢三宮神の賑やかでは、当初の名物である、走り餅が絡む、走り餅という話がある。セミ丸は、盲目の琵琶の名手とされている。これや、このの歌には、 雪かふにを見てという言葉書きがあるが、盲目のセミマルがどうやって、雪かふにを見たのか定だかでない。セミマルは、今尺物語集では、厚みと申しける、式部武教の宮の雑誌、若い路派では、人名の五字の盲目の同心者、平家物語では、第五天皇の第四、御子とされている。大阪の関の周辺にはセミマルを建てつった神社があることから、 関の守り神であることは推定されるが、謎の多い人物である。ありがとうございます。